い芋になってる。え、てかお前ら誰だよ。え、待って待って、異世界に転生しちゃった。あなたたちは誰ですか。あ、こんにちは、ナーナって言うんですけど、私も、はい、アキさんのお腹をずっと見てたら、はい、だんだん黒ずんできて、なんか吸い込まれたような気がして、はい、気づいたらここにいたんですけど、誰なんだろうね。いや、ちょっとアキさんです、はい、気をつけてくださいね。ちょっと物騒な世の中なんで、それは。はい、なんか誰なんだろうな。腹が黒すぎたんやな。え、この僕は、僕は、ちょっとお腹すいたんで、はい、いっぱい食べたらなんか飛んでいって、はい、地球を旅して、はい、ここに飛んできて、はい、はい、ました。そうなんですね。気をつけてください。はい、はい、気をつけてください、はい、それは本当に危ないんで。はい、どうしたんですか。いや、なんかさっきまで飼い猫の餌のシュール食べてたと思ったんですけど、なんか気がついたらここに。あー、やっぱあれ人間用じゃないっすもんね。そうですね、食べたくなる気持ちはめちゃめちゃわかる。猫用いっちゃって、あんなに美味しく食べてると食べたくなりますよね。そうなんですよね。そこに味しましたもん。まあ、じゃあとりあえず一旦ここなんか異世界の村に来ちゃったんですけど、ちょっとこれ読んでみますね。はい、はい、パチ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 、この村の大切な宝物は私が奪ってやったぞ。わらわらわら、ファウスボスボスボス、この剣があるから私は封印されてたのだ。これさえあれば私はこの世界を支配できると。ファウスボスボスボス、すごい笑い方特徴付きあるな。どういうことなんすかねこれ。顔めっちゃ笑そうやね。やばいっすね。え、なんかこの村なんか襲われちゃってるんすかね、魔王に。なんか大切なもの、そういう感じか。え、ちょっとここで待ってて、ちょっと呼んでくるから。ちょっと誰かいないか、はい、あ、こんにちは、こんにちは、すいません、村長さんいます。あ、こっちですか。あ、ありがとうございます。ちょっと村長呼んでくる。ちょっとそっちで待ってて。わかりました。好き、着替えた。好きよ、着替えたって寝とるんやな。どうもどうも、わしが村長です。あれ、どうも村長や。村長や。あなたたちはもしかしてこの村を救ってくれる勇者様たちに違いない。はい、はあ、勇者。そうです。先ほどこの村に魔王が押しかけてきての、魔王を封印してた剣を奪ってっちゃったのじゃ。そこでうちのなんか魔法使いに救ってくれる四人士を呼んだのじゃ。あなたたちにこの村を救ってほしいのじゃ。選ばれたんか、はい、私たちは。そうじゃ、今あちらで芋のやつは眠っているがの、疲れてたみたいで。あ、疲れてそう、ちょっと今から私行ってきますね。あ、大丈夫大丈夫大丈夫じゃの、大丈夫じゃの。そっちに行ったら危ないじゃん、魔王がいるじゃん。魔王がいるじゃん、魔王いるじゃん、魔王いるじゃん、魔王いるから気をつけてください。早い。だから君たちに魔王がいるならやっぱ助けに行かないと。いや、魔王はまだダメ。まだ言ったら、ここのこの村から代々伝わる魔王を封印してた腹黒の剣というものがあるんじゃが。あ、じゃあアキさんが腹黒の剣か。オッケー。何の話かわからないじゃが、横田。その剣の封印が解かれた今、あの剣がないと魔王は封印できないのじゃ。そこでお主らにあの剣を奪って、集まないでもらってもいいんじゃが。これ修理費高いんじゃが。そうそう、修理費高いんじゃが。そこで奪、お前らに魔王からあの剣を奪って魔王を倒してほしいのじゃが。どうする、やる。でもなんかやっぱ帰りたいっすよね。いや、でも褒美に、褒美にこの村一番のイケメンのアップバングの黒髪のスポーツできるイケメンを用意してるじゃが。やるしかないよ。やるしかないですよ、これ。ありがとう、ありがとうございまじゃが。じゃあ、ちょっとじゃあちょっと芋のやつを呼んでくるじゃが。そこでお主は待って、危ないじゃが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 、あちら魔王がいるじゃが。夜になったんでね、夜になったから明日また魔王を倒しに行けばいいじゃが。じゃあ、ちょっと行ってくるじゃが。じゃが、芋が立ってて、じゃががいったわ。じゃが芋やん、絶対。スキンを着替えてるんよな。ふぅ、村人といろいろ話してきたけど、結構なんか深刻な問題みたいだね、今。なんかアキさん寝てたって聞いたんですよ。おはようございます。そうそう、なんか寝てたんだけど、疲れて。話してたんすよね、でもアキさんは。あ、寝転がりながら話してたんだけど。あー、はいはいはい、はい、なんかこの村、魔王で襲われたみたいで、選ばれた4人みたいで、ちょっと
自分たちちょっと一緒にこの村救いませんか。多分これ救わないと多分帰れないと思うんですよ前の。確かに。でも一旦聞きたいことあるんで村長さん呼んできてもいいですか一旦。あ、村長さすがに。いや村長死んだ。村長死んだっぽい。あ、なんか風邪ひいて寝てるからあんまり行かない方がいいかもしれない。村長死んだんですか。死んだ死んだ。まあとりあえず明日の朝まで一回寝ましょう。あーまあ、まあ、寝ましょう寝ましょう。はい。あ、はい。あ、失礼失礼。あのこちらあの寝てる、あのこれ自分の色に寝てほしいね。やっぱりそう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 。自分の色、そうすんだから。そう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 。ちょっとあのこれあのカラーになってるんで。はい、あ、違うよ。これあの多分ですけど、この黄色が私のこの芋でございまして、でこの灰色がこのニニーさんですよね。でこのオレンジがモミさん。でこの黒がナナさんです。はい、寝ましょう寝ましょう。オッケー寝ましょう。はい、痛い。この娘のバカ字が。しょうがねえなもう。急に魔王倒せっつったってどうやって倒せばいいんだよな。やばいよ。ん、なんか焦げ臭くねえか。ん、なんかあっちが騒がしい。行くぞ。なんか騒がしくねえか。なんかなんだなんだなんだ、はい、なんだ。うわー、家が燃えてる。どうなってんだこれ。なになに、中に子供がいる。ちょっと待って待って、これ中に子供がいるらしい。ちょっと行ってくるわ。やばい。どこだろう、2階のベッド。あ、これちょっと待って、やばい、そこクリップ危ない。ちょっとどうしよう。どうしよう。あ、オッケー、子供はなんとか。オッケー、もう外出ていいぞ。もう外出ていいぞ。どういうこと。オッケー、金。やばい、なんかある。燃えてる、私が燃えてる。助けて。オッケーオッケー、大丈夫か。早くもう出てきていいぞ。お前命かけて戦ってるんだな。水入ってる。あ、オッケーオッケー。はい、子供はこちらです、どうぞ。はい、ありがとうございます。で、なんか子供のところになんか本があったんだけど、ちょっと読んでみていい。これ魔王の日記って書いてある。ちょっと読んでみるわ。よいしょ。ファースト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 、追ってきても無駄だ。この剣さえ奪ってしまえば私は自由なのだからな。まあせいぜい世界征服するまでに余生を楽しむんだな。フォースフォースフォース。ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーハウス。おお、スマップのパクリや。なんか書いてあった。あ、すごい雲の巣。スマップのパクリ。なんか書いてあった。え、どういうことだ。あ、娘の扉が。あ、なんとかかんとか戸締まり申します。おお、すごい。戸締まり申します。いや、あっちの世界に腹黒の悪魔がいる。閉めとこ。あ、やばい、床屋になった先輩。あ、やばい、ごめんなさい。とりあえずこれ読むと、多分左側に俺らにメッセージを残そうとしたんだと思うんだけど、魔王が。右側になんか自分の日記までもなんか貼り付けてあってて。ほう。なんだろう。ナンバーにならなくてもいい。もともと特別なオンリーハウスって書いてあるんだけど、え、どういうことだ。オンリーハウスってどういうこと。一つの家。一つの家。でもなんかいっぱい家ありますけど、ね、どの家も同じだよな。ちょっと手がかりあるか、ちょっとみんなでなんか特別に違う家があるか見てみようぜ。え、はい、私見つけちゃったかもしれないっす。え、なにマジっすか。なんか上にすごい視線感じて。あ、なんだあれ。でもあれ家ではないぞ多分。さすがに家じゃないか。じゃ、あれ家じゃないぞ。違うのか。いますか。じゃああっちになんか屋根の色が違う家がありませんか。なんじゃと。そこに行くしかない。どこ。あそこに屋根の色が一つだけ違う家が。本当だ。あれオンリーワンだな。あの家になんか手がかりがあるに違いない。行くぞお前ら。オンリーワンの家です。行きましょう。あ、豚さん、ちょっとあの私のナーナのナーナさんを間違えた。豚さん、あ、ナーナ、豚、あ、間違えた。え、あ、やべ、間違えた、豚さんをねみたいな。とりあえず長老に話しかけてくるわ。この家が長老の家だからちょっと待ってて。はい。何か呼んだじゃかの。あ、長老。長老。何か呼んだじゃかの。死んだんじゃなかったですか。あ、ちょっとまだちょっと病み上がりじゃがの、ちょっと良くなって、なんとかこの魔王もやっぱりこの村の霊気を取られてから私たちのもうやっぱ体力も持たなくなって、どうにかこの村をすごい、うわー、来てくれぬかの、来てくれぬかの。危ない。やっぱりあの剣があったから
この村は活気づいてたのじゃなあ、歳三歳三歳三無職の歳三あの魔王のとりあえず救ってくださいませ勇者様はい助けてくださいよとりあえずここの外れに屋根の違う家があるからそこが多分言っているオンリーハウスじゃないかじゃの、かじゃのあれですかねそこは行ってみますねとりあえずそこに行ってみましたらどうじゃかわかりました、はい、じゃあちょっと呼んできますねアキさんあ、呼んできてじゃあみんなで呼んできてみんなでなんかあ、村長大好き あ、ありがとうございますちょっとみんなで呼んできてじゃあみんなでみんなで村長大好きアキさんいないなあここの家もアキさんいなくなっちゃいましたけどあれあれ、アキさんどこかお前らおい大丈夫かあれアキさんごめんごめんちょっとお前らに花あげようと思ってさほら あげるよごめんごめんごめんやっぱこういうさやっぱ仲をさ深めるのもさやっぱり、はい、ダイヤえダイヤええダイヤいますそれはいつか使えるものになるかもしれない持ってこうわかりましたよしじゃあおっあごめんやけこにする気かじゃのいけそうとしたいや間違いないやけこにする気かまあとりあえずこの家に多分何かしらの手がかりがあるかもしれないから行きますか、はい、行ってみるか行くじゃがお知らない人連れてるな仲間が増えてるぞ歳三行くぞ歳三痛い痛い痛いうわなんかよしえなにえなんじゃ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 うわやが痛いじゃのうわあー死んじゃうよっしゃマーキンは安全に戻ってと危ない危ない危ない死んだかと思ったなんとか俺は芋だからなんか死んだ後にその芋の種からまた生まれ変わることができた危ない危ないちょっとそのダイヤ借りてもいいかいやあれを出すにはそのダイヤが必要なんだやです必要だよなあなそのダイヤをくれえじゃあ私のこと褒めてくださいよえでもまだ知り合ってだって間もないから俺らいやでもなんかなんとなくわかるじゃないですかやっぱり一夜過ごして一夜過ごしてちょっと素晴らしかったですはいねいや痛い痛い痛い硬い硬いいやどんな一夜でしたいや素晴らしかったですはいあのとてもあのやっぱ恋バナをした修学旅行のような夜で、はい、はい、4人でしてじゃあ1個ねよしこれをちょっとうまくこうしてとよしなんだか剣ができたこれをちょっと一番力が強そうな君に渡すだからこれでこれでいや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 あじゃあ俺が持つけどいいのえいいのいいのか一番強い先輩がまあじゃあ俺が持つわまあ、とりあえず多分あの辺歩くと多分どこかに罠があってモンスターが出る仕掛けがあるからうまくちょっと魔王の手下だろうからそれをちょっと避けながら頑張ろうだからちょっととりあえず俺が今剣持ってるから俺についてきてくれよし盾にしましょうあはい何何何え何も言ったんですか何何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 何敵がいた今ハートが4個削れました何透明の敵もいる可能性があるなさすがにきついな腹黒はあの腹黒は倒せんなさすがにちょっと待って味方が捕まってる歳三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 がバックハグされてるぞやばいやばいやばい今助けるぞオッケーオッケーよしよしあいつはなんか海で遊んでる歳三お前ら逃げろ歳三お前ら逃げろおれおれオッケー行ってよしこれでやっと中見れるぞよしよし中になんだこれ赤色の何かがあるここめちゃめちゃ瓶入ってますよ瓶もう持てるもん持っとけお前らはい持ちたい全部欲しいとりあえず上に行ってみるぞなんだなんだここはお上に部屋があるぞこの部屋怪しい匂いがするお前ら来いはい上に行ってみるぞ入っていいんですかね勝手にどこへから上に行くんですかあでも待て待て待てこれ踏んだらやばそうなものがある踏んだらどうなるんだちょっと上に来いお前らはいなんか踏んだらやばそうな目の前にだってここで昔死んだあ踏むなよ踏むなよ
いや、それいいよ。これは絶対見たらバカー。あれ、お、え、罠ではないか。じゃあ開けてみるか。またいっぱい。魔王の日記2を発見したぞ。おお、読んでみていいか。はい。ファース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 、世界征服まであと3日ってところかな。あの村のやつらも今頃焦ってるんだろうな。わらわらわら、まあもう遅いかな。フォース、ピンクに見えるが実は黒色、ハイビスカスが枯れるときそれは現れるだろう。どういうことだ。どういうことだ。どういうことだ。でも君頭にハイビスカスつけてるよね。うん、でピンクだけど、まあ確かに黒っちゃ黒。ど、え、どこが黒ですか。全然ピンクですけど。なんかなんなら白ですね。いや、なんか黒を感じる。オーラと言いますか。それでもアキさんの腹じゃないですか。いい、まあ、とりあえず今日はもうあの寝ないと、ね、夜になっちゃったから、あと3日で世界征服される可能性があるから、この日記によると。ちょっと一回帰って寝るか。はい、めっちゃ落とし穴。アキさん、どうしたどうした。寝ない寝ない。よし、じゃあ自分のカラーで寝ろよ。よいしょ、ちゃんと自分のカラーで寝ろよ。自分のカラーで寝てない人いるよ。うん、俺以外全員違う。おはよう。おはようございます。とりあえずハイビスカスが枯れる、ハイビスカスハイビスカスが枯れるとき、それはあれだろう、現れるだろう。どういうことだ、わかんないな。この辺にハイビスカスみたいなものあったかな。いや、ないですね、ここら辺には。え、なになに。あ、あれじゃないですかね。うわ、あれ違いますか。なんであれ、見に行こう。なんだあれ。なんだなんだあれ。え、橋がある、橋がある。おお、これで渡って。え、なんだあれ。やばい、待て待て、うわ、ちょっとモンスターがいる。いや、骨で戦ってる。おら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 。どうしたんじゃ。どうしたんじゃ。仲間が。どうしたんじゃ。仲間のニニってやつが、あの緑色のやつに爆発されて死んじゃって。死んじゃった。そいつの形見は誰か持ってるか。あ、これが。あ、骨があります。この骨さえあれば。よし、あいつの骨さえあれば蘇生できるかもしれない。ここの地下に来るんじゃ。ああ、はい。ただここの地下危ないって言われている場所だからの、あの真ん中に立って出てきたモンスターを倒せばもしかしたら蘇生できるかもしれない。はい、こちら代々伝わる剣じゃ。魔王は封印できないが強い剣じゃ。これを使って倒してくるんじゃ。わしはここで見守っとく。行ってこい。行くぞ、仲間のために。最強装備になってる。あれ、あれ、ニニーは。あ、ニニー。え、何、いた。ニニーが上にいます。おい、生き返ったか。お前生き返りました。お前死ぬな。もうお前、あ、もうびっくりさせんじゃねえよ。はい、ちょっと気をつけてくれよ、マジで。はい、タクタク、本当に俺は一緒に帰るんだろ。はい、現実世界に。え、でもこれ見るからね、ハイビスカスじゃないこれ。ハイビスカスが枯れる時ってことは、はい、壊れた時とかってことですかね。どういうことなんだろう。でもハイビスカスにこんな黒いやつついてないよ。あ、これ枯れてるってことなのかな、先っぽ。いや、絶対この辺に手がかりがあるはず。みんなして探そう。え、これ、はい、うん、あ、花って根っこなかったら枯れるから。あ、じゃあ根っこから潰してみよう。根っこ潰してたらこっちじゃない、根っこ。はい、一番最短の根っことか、みんなで潰してみるか。はい、はい、潰します。潰してみたら、もしかしたら、あれ下が、この根っこは。あ、ごめん、
めんなさい。死ぬかと思った。あ、手あげるんで許してください。あ、ありがとうございます。あ、あったぞ。これ読んでみていい？はい。はい。もう魔王の日記さ、うわ魔王こんなとこに隠してたんだ。うわ。よし読んでみるぞ。はい。フォスフォス、ここの腹黒は本当に素晴らしいの。ただこのままじゃ世界征服はまだできん。もっともっと腹黒の霊気を剣に吸わせないと。え、ブサイクのところに行けって書いてあるんだけど。ブサイク。この村にブサイクなものなんてあった？あ、なんか、自分の鏡見てみます。自分の鏡。いや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 、俺はかっこいいから。え、この村にブサイクなとこなんてあったっけ？似たような、さっきなんか視線が落ちたとこなかったっけ？アッキーさんの似たような、ちょっとわかんないから、じゃあ連れてってもらってもいい？はい、ちょっとわかんないから、ちょっと連れてってもらってもいい？ すごい視線感じましたよね。すごい、上からもすごい。いや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 、そんなブサイクなとこなんてなくないか？似てないですかね。え、え、俺に、はい、え、だとしたらイケメンなとこに行けって書いてあるくない？確かに、なんか、そんなことないと思いますね。まあ、感性は人それぞれですから。もうちょっとどこのこと言ってるかわからないけど、モムテン的にあの顔は、あの、え、ちなみに中央の城とかで表したらどれぐらいだと思う？あー、ちょっと厳しい質問しますね。うーん。とりあえず行ってみるけど、まあ、真っ先に3人とも、あ、ここだみたいな反応してたけど、すごいね。え、ここしかない？ここしかないですか？そうですね、これしかちょっと思いつかばなくて。お前らさーおい、どこがブサイクなんだよおい、イケメンな顔じゃねえかよ、これ。まあでも手がかりがないから、まあブサイクじゃないんじゃない？これ手がかりないもんね、だってね。顔っていう手がかりとしてね。なんかありますよ。おお。あのさ、なんで真っ先にここなの？ねえ、やめて。いや、その顔、ブサイクじゃなくて、その顔の部分を切り取って探したんですよ。あ、そうなんですよ。あー、されないんだよ、されないんだよ。あ、魔王日記4って書いてある。ちょ、読んでみるわ。はい。ファーズファーズファーズ、こんなブサイクな顔のところにまだか腹黒の霊、まさか腹黒の霊気がこんなにあるとはの。あ、なんか腹黒の霊気を集めてるんだね。あと少し、あと少し腹黒の霊気があれば世界征服の手がかりになるのに。グー、いや、グーの音出てる。栃木県の下に県栃木県の下に県だって。え、どういうこと、どういうこと？栃木県の下に県、栃木県なんてあった、こんなところに。栃木の下って埼玉じゃないですか？ちょっと待って、ちょっと待って。確かに栃木の下って埼玉だよな。そうですよね。なんか、あ、日本地図みたいなのない？なんかあるよね、あそこに黄色いの。なんだあれ、ちょっと行ってみるか。なんだなんだなんだ、なんですかね。黄色のブロック、うん、なんだこれ。え、ここが九州、近畿、中国とかあって。あ、そういうことか。あ、はい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 、はい、どこが北海道なんだよ。栃木県の下、うん、ここら辺じゃないこれもしかしてあれじゃない、チリの形になってるんじゃない？え、この3個の中に栃木県があるんじゃない？栃木県が、え、栃木県これですよね。あ、これ、じゃあこれの下に、え、逆にこれは何？滋賀県じゃないですか？あ、形で言う、え、でも少なすぎんこれ。あ、でも滋賀、真ん中空いてるもんな。そうだよね。え、これは、はい、これは、これ埼玉、埼玉か。あ、埼玉か。あ、埼玉っぽいですね。じゃあこれ栃木ですかね。じゃあとりあえず栃木県下掘るか。掘りますか。硬いんだよな。え、なんか全然できない。硬いんだよこれ。あ、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 ここや。あと、あと、ここっすね。どこどこどこ。あ、ほんとだ。ってことはこれが栃木県で正解だったんだね。はいはい、オッケー。お、魔王の日記5だって。おお。読んでみるね。はい。栃木県と栃木県なんちゃってガハハハハハ。ちょ、見やかんない、ちょ、待って、ガチ見やかんない。村にいた、村にいた腹黒娘のあの腹黒霊気さえあれば世界が征服できる、あの女の子をさらおうだって。え、誰だ誰だ、守られていけないですよ。誰のことだろう。まあとりあえず今日は夜になったから寝ようか。寝ますか。さらおう、腹黒な女の子なんていたっけ？男の子ならいるんすけど ね、でも女の子って書いてあるな。女はいないな。あんないなかったよね。いないですね、さすがに。おっ、キャー、助けてナイスよ、寝よ、よいしょ。いや、ふさわしいところ。よし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 。じゃあおやすみね。おぉ、ベッド壊されたんだけど。やったんでますか。
すごいな、はい、おやすみなさい。あおはよう。おはようございます。あれあれあれピンクのあれあれナナはあれまさか、ちょっと待って、昨日の本読んでみる。はい、やばいっすよ。さらわれてるかもしれない。やばい。どうだったんか。どうしよう。手がかりがない。どうしよう、どうすればいいんだろう。どうしよう、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 どうしよう。こんにちは、こんにちは。こんにちは、村長。どうも、村長です。村長、なんかどうしたのかいな。なんか村長の仲間がいなくなっちゃったんですよ。あれ、あれ、さらわれちゃったみたいで。あ、あの邪悪な心を宿ってそうな女の子がさらわれてしまったのか。そうです。すごい、心の真っ黒なあの女の子が。あ、あの邪悪そうな、あの、はい、彼氏と最近スタバ行ってストロー2つで紙ストローで飲んでたって噂のあの邪悪な、はい、あのハートのストローで飲んでたって噂の女の子が、あの邪悪な、確かに確かにわしの目から見てもすごい邪悪だったのは見えた。あ、ですよね、ですよね。どうしたらいいんでしょうか。そうだな、手がかりが欲しいですね。まあ多分魔王にさらわれちゃった以上、おそらく魔王の血を分け与えられると乗っ取られちゃうみたいなことがあるから。おそらく、おそらくその少女は魔王に乗っ取られてる可能性があるから。魔王は体が欲しくていろいろ探してるんだけど、乗っ取る時にやっぱりその腹黒な人を探すっていうのが結構昔からあって、前回それで腹黒の子が乗っ取られたんだけど、その時に必要だったのがその腹黒の剣なのじゃが、もしかしたらその呪いを解くところができる砲台みたいのがあるから、そこに案内する。砲台、はい、こちらに。お願いします。お願いします。アキさん、どうした？どうした、どうした、どうした、アキさん、はい、どうした、どうした、なんか砲台に行くらしいですよ。あ、そうなんだ、ごめんごめん、トイレ行ってた。あ、ごめんごめん、砲台って多分あそこのことかな。でもちょっとナーナーさらわれちゃったの、ちょっと助けたいね、これ。助けたいですね。俺らは勇者だから。はい、砲台に到着したぞ。よし、これ読んでみるか。さあ、ここで唱えるのです。腹黒、腹黒、腹黒、腹黒の剣よ、よ、ここに力を続けてくれと。あ、そういう風にやればいいのか。一緒に唱えよう。はい、行くぞ。はい、せーの。腹黒、腹黒、腹黒、腹黒の剣よ、ここに力を続けてくれ。ドゥア、はぁ、なんだ、お前生きてたのか。そんな女のに来たよ、お前。素晴らしいな、もう可愛いし、いい匂いするし、もういや最高だよ、もうちょっと待って、呪われた、やべ、来て来て、お前ら、やばい、やばい、魔王に乗っ取られてる。戦え、戦え、倒さなきゃ。やばい、やばい、魔王に乗っ取られてるぞ、魔王に乗っ取られてるぞ、魔王に乗っ取られてるぞ。おー、やったー、やったぞ、やった。あれ、なんか落としてるな、いっぱい、いっぱい落ちてますね。あ、腹黒ジョーの2匹があります。お、ちょっとちょうだい、それ。はい、よいしょ、ちょっと読んでみるか。オッケー、はい、オッケー。ぐわー、腹黒女王の子、私としたことがただ仲良くなりたかっただけなのに、腹黒じゃなかったら仲良くなれたのかな。キャピキャピ。あ、あれ、仲良くなりたかったなんて、え、あの魔王とただ仲良くなりたかっただけだったのか。ごめん、でもちょっと、ごめんなさい。あいつから出た石の剣、どこ行った？石の剣もらいました。ごめん、その剣が多分封印をするんだ。あ、多分魔王。オッケー、オッケー、ありがとう。この剣で封印してくるぞ。はい、村長の家の近くに剣を封印するところがあるから、ちょっとはめ込んでくる。はい、お願いします。あった、ここか。お、ここにこの剣をはめると、よっしゃ、よし、これで魔王封印できたぞ。やったー、よし。はあ、ただナーナ、あいつはどこに行ったんだ。ナーナ、どこに行ったんだ。どこ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 、声が聞こえる、声が、え、どこどこどこにいる、いないはずの人の声が聞こえる。え、どこ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 、どこだ、ここにいるよ。どこだよ、どこだよ、俺いないよ、どこ、ここだよ、ここ、どこだよ。どこ、先輩どこですか。ここだって言ってるだろうがよ。わ
怖え。どこどこどこ。見つけてくれよ。で、どこ。でもとりあえず生きてるっぽいから大丈夫かな。いった。あ、まあまあ、生きてたらね、いいですよね。どこどこだって。どこだ。あれ、いないぞ。どこだよ、ここ。どこどこどこ。右だろうがよ。あはは。あ、いた。あ、いた、あ、いたいたいた、よかった、一回やった。いや、まじ大変だったんだよ。腹黒だからってさ、体乗っ取られてさ、魔王になっちゃってさ、可愛すぎてちょっとナンパされてましたね、私、魔王に。あ、そういうことだったの。はい、なんかこの腹黒は普通の人間じゃありえないぐらいの腹黒だみたいな感じで、すごい乗っ取りやすいみたいな、最高って言ってたけど。そんなこと、可愛すぎて、いい匂いすぎたんで。いや、すごいすげえ、了解したかなったって言ってましたね。ただの変態でくさ、魔王。いや、でもよかったね、これで帰れるかな。よし、はい、じゃあ、とりあえず今日も寝て帰ろうか。はい、よいしょ、よいしょ、おやすみ。さすがに寝ますか。うん、あ、ちょ、あ、違う、ね、あの、寝る人違うよ。そうそう、ふさわしくない人が寝てるから。ふさわしくない、オッケー、ふさわしくない人が寝てるから。おー、すごい、おー、おー、ええやん、おー、おい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 、マジか。マジか、マジか、マジか。ふぅ、おやすみ。おはやー、おはやー、おはよー。あれ、あれ、帰れないじゃん。え、なんで、なんで、ちょっと、まあ、ちょっとしたのに。え、なんで、ちょ、言ってくるわ、あの、村長に。はい、あ、じゃあ次一緒に行きましょうよ、みんな、村長とか。会いたいな、村長に。村長じゃ、村長じゃ、村長じゃ、早いな。どうも、村長じゃ。角から来たぞ、今。ここから来て、ここから。じゃあ、本当に申し訳にくいんじゃがの、魔王がもう一匹あれだから現れたから助けてくれんかじゃの。え、また。いや、ちょっと、どんだけいいんだよ、もう。よろしくお願いします、じゃの。いや、ちょっと、そしたらさすがあるからな、やっぱ。ちょっと、猫に餌あげないといけないんですよ。お願いじゃの、お願いじゃの、お願いじゃの。なんか褒美とかあるんすか。黒髪マッシュ、おいや、茶髪マッシュ、鼻高い、スポーツ男子。あんまやな、あんまやな。あれ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。おお、いいっすね、いいっすね。待て、マジマジ、男の子か。あ、マジか、マジか、マジか。ぜひ引き受けさせたからね。ちょ、こいつだけ返していいかの。